プロレスリング柴田の参上。はい、おはようございます。今日が29日ですかね。私は昨日 UFC303 のチケットを買いましたので、まあ、今お昼の2時過ぎぐらいなんですけども、はい、3時からスタートなんで UFC の観戦に向かいたいと思います。はい、あ、ちなみにこの帽子ラスベガス、サングラスラスベガス買いました。どうでしょう、かっこいいんじゃないですか。よし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 。今から行く場所が T モバイルアリーナっていうところなんですけども、まあ、そこまでウーバータクシーで行きたいと思います。スキマファイトアプリネクストレベル、スキマファイトアプリネクストレベル、スキマファイトアプリネクストレベル。1日3時間から未経験でも OK、 スキマでバイトを探すならネクストレベル。はい、着きました。ここが T モバイルアリーナです。もうね、ここに着いたら何人もに話しかけられて、君はあのライジンファイターの柴田だろ、君の試合を YouTube で見たよ、感動したっていうのを何人もに言われました。はい、中に入りました。ちょっと外曲がガンガン流れてたんでね、権利的に音が使えなかったんで無音ですが、ここ T モバイルアリーナの中に入りました。ここは物販ですね。はい、いやーでかいっす、会場が。そしてみんなテンションめっちゃ高い。ちょっと面白かったのが、俺 UFC の看板の前で写真撮ろうと思ってプリステイクピクチャーって言ってお願いして、でなんかこう写真を撮ったんですよ。でその時にDo you know Rising? I'm a Rising Fighter って言ったら、マジでみたいな、超びっくりされて、俺はあの Rising に見に埼玉スーパーアリーナに行ったことがあるよみたいな、桜庭大好きみたいなことを言ってて、マジでみたいな。これ YouTube の Rising のチャンネルを見せて、で人気の動画上からこうこれこれみたいなっていうのを言ったら、こうすごいめちゃめちゃ外人にびっくりされて、おいマジすげえじゃんお前みたいな、写真撮ろうぜみたいな感じで超歓迎されましたすげえ、これバーカウンターがあって、まあでもここら辺はすげえと言っても東京ドームと同じですね。東京ドームとかみたいなアルコールのバーはあったりします。ちょっと後でビール買います。僕ちょっとお土産でカメラマンしてくる小野くんが UFC とか WWE 大好きなんで T シャツを買いました。僕は自分へのお土産にコナーマクレガー T シャツを買いました。今回本当はコナーマクレガーがメインイベントの予定だったんですよ。で怪我したから出れないんだけど、だからかコナーマクレガーグッズがめちゃめちゃ多い。グッズが半分ぐらいコナーマクレガーグッズで、出ねえのに出ねえのにマクレガーグッズばっかりなんですよ。あーいいねこれ、ナチョスかな、ナチョスとなんか酒のコンボですかね。うまそう、ビール飲んじゃおうかな。もう今日はちなみに日本人選手の鶴谷レイが出ます。でセコンドに中村慎介がつくみたい。すごいよ鶴谷ね、今のところパーフェクトレコードだからね、期待の日本人選手ですよ。さあじゃあちょっと飲み物を買って自分の席を探そうと思います。ちょっと細かいことで言うと、なんかね俺がいつもつけてるポーチというかバッグあるじゃないですか、この大きさのバッグは持ち込めないって言って、クロークに預けさせられましたね。近くにロッカーがあってロッカーに預けることになりました。そういう警備体制がこう敷かれていると。ジ・アウトサイダーの時みたいなジ・アウトサイダーの時はお客さんも金属探知機やったけど、だそんぐらい結構厳重ですね。ビールのサイズがでけえビールのサイズがでけえよ、分かりづらいけどめちゃめちゃでかいよこれ。ああ最高、ビール20ドルでした。この大きさで3000円、たけえ、いやこれ1杯だけでしょ、高すぎる。第1試合が始まりました。
客席はねまだ全然1割も埋まってなくてガラガラですね。これやっぱどこの格闘技とかプロレスもそうで、第1試合目からやっぱ客席が埋まってるのってやっぱめったにないですね。結構ヤジが多くて Do it! Do it! みたいな、やれやれみたいなヤジが、そうすごいヤジが飛んでます。あーカーフが自爆したんだ、背に当たって。あーうわ折れた、折れたね。うわカーフ蹴って自爆して試合続行不可能。すごいなんか会場が試合止めた瞬間もうブーみたいな、止めんなよブーみたいな、すごいですね会場のなんかこう声というかアメリカのノリですよ。 USA USA みたいなあれもあったし、わやらせんの無理でしょ、やるのやるの、あ折れてはないのか、じゃあ折れてはないんだ。なんか面白いのがアメリカンとブラジリアンの試合なんだけど、アメリカンの方が応援されてたんだ、 USA USA って言って、だからブラジリアンがカーフ蹴ってで足を負傷したけど試合俺はやるって言ったらすげえ盛り上がって、今はそのブラジリアンがちょっと応援されてる、タックルを切ったりしたらなんかうわーいみたいな感じでめっちゃ盛り上がって、なんか頑張ってる方を応援するみたいな、こうなったら国境は関係なくブラジリアンが応援されるように試合中に変わったみたいな。日本人だったらやっぱ何があっても日本人選手を応援するじゃん、だけど国境がない感じ、今はそのブラジリアンがこの会場中から応援されてるっていう、試合当初と比べてねっていうなんか違いがあります。鶴谷レイの試合が始まります。セコンドに中村慎介がついてて、入場曲が中村慎介リミックスになってました。鶴谷します。鶴谷玲がね苦しい試合だったんですけども、判定勝ちしました。いやでも良かったですね、なかなか、はい、いい試合でした。アンダーカードが終わってメイン級の後半4試合がこれから始まります。一旦なんか PV みたいなのが流れて会場のボルテージが一気に上がってます。歓声とかもすごい、お客さんももういっぱいになりました。今の女子格の試合ですね、女子格の試合だけね明らかに会場全体がトーンダウンしてるのがね、日本と同じ万国共通なんだけど、エルボーの、ね、カットでねここがパックリ割れちゃって試合が止まったんですよ。で試合続行不可能になって多分テクニカルノックアウトになっちゃったんだよね。でもパックリ行っちゃった方の女の子はやりたいやりたいって言って止めないでくれって言うんだけど、なんかまあそのレフェリーがストップさせて、そして会場がブーみたいな感じなんだけど、選手のね今後もあるからね、選手生命に関わるようなことがあっちゃいけないわけじゃないですか。だからまあなんていうかこれはブーイングはおかしいよね。あとなんか明らかにサブミッショングラップリングのファイターに対して会場が冷たい、タックルに行ってテイクダウンしてサブミッションで決めようとするとブーみたいな、まあちょっとやっぱ日本と好き嫌いがちょっと違うって感じかな。会場はもう超満員、もうほぼ空席なし、めちゃめちゃ盛り上がってます。さあついにメインイベントのペレイラ戦が始まります。いやー最高だね、マジで来てよかったわ、もう最高です、もう最高。あすごい、めっちゃダウンだ、めちゃめちゃ盛り上がってる。1ラウンドの終わり際にダウン取ったんだよ、ペレイラがダウンを奪って、うわ完全にダウンだったんだけど
ちょうどゴングだった。2ラウンド目。最高でしたね。試合はですね、もうペライラが1ラウンド終了間際にパンチダウンを奪って、2ラウンド開始早々にハイキックでダウン奪って、そのままパウンドアウトです。もう圧勝で会場大爆発、今日一番の盛り上がりでした。すごい熱気もすごいし、でも演出もいいしね。あの煽り部位とかあって、花道はないんだけども入場も盛り上がるし、バックヤードからの入場をビデオで流すんだね、あの生中継で。っていうのもなんかちょっとアメプロチックでね、あのかっこいいですよ。まあでもやっぱライジンはライジンですごいというか、まあすごさ、その演出のすごさは多分ライジンの方が凝ってるというか、煽り部位の作り込みとかね、もうライジンの方がまあ上かなと思うんですけども、まあ、雷神のあの演出はやっぱこうね、ベラトールの選手が日本来てなんか頭おかしくなるぐらい最高みたいなこと言ってますけども、雷神すごいけどやっぱ UFC はさすが世界一だなっていうのをなんか感じましたね。もうお客さんの熱もすごいし、ノリもいいし、まあ、もちろん試合のレベルもめちゃめちゃ高いし、もう間違いなく MMA というスポーツのなんか頂点みたいな、そういうものを感じました。はい、で何よりね、俺を知ってくれてるアメリカンがいたことにね、すごい嬉しかったですよ。お前見たことあるよ、一緒に写真撮ってくれよみたいなね。いやー、めっちゃ盛り上がってます。はい、そんな感じでちょっと一旦ホテルに帰ります。すげーアイスクリーム屋さんがあったわ、イーリーカフェ。めっちゃすげえ、サーティワン的な感じなんだろうな。マシュマロとか乗ってたりとか、ワッフル的なの乗ってたりとか、すごいですね。なるほど、アメリカにいたらそら太るわな。はい、晩ご飯食べるとこちょっと探してます。あえてのマックってのもいいかな、あえてのマック。あ、オーダーが機械なんだ。あ、安い。ジュースばっかりだな。あ、ダイエットコーラ、ダイエットコーラミディアム。あ、10ドル、安い。どうすればいいの。はい、クレジットカードでオーダーできました。962番ビッグマックです。2000円ぐらいか、まあ、日本よりもだいぶ高めですが、ラスベガスで晩飯食ったら2000円じゃ済まないんで、マックで済ませるのはやっぱ安いね。まあでも相手のマックなんでね、ちょっと楽しみです。味は別に美味しくはないね、普通かそれ以下、40点ぐらいごちそうさまです。マクダナルを食ったんですけどね、美味しくなかったですね。日本のマックの方が美味しい、ビッグマック。まずなんかレタスとか肉とかが雑なんですよ、挟み方が。レタスもなんかしかもなんかちょっと刻んだみたいな、バラバラにしてあるレタスで、レタスの葉じゃないんですよね。ボロッボロに落ちて、全然レタスがそのこぼれてるんですよ。お肉もパサパサだし、あれでしたね、割とまずい料理でしたね、ラスベガスのあのマクドナルドは。はい、っていう感想でした。はい、まあ、ただね、食べれてよかったです、本場のアメリカのマクドナルド。はい、あの結論、美味しくないってことで。じゃあそんな感じで帰ります。ごめんなさい、ちょっと
取り忘れました。今日お土産買ったんで紹介します。まずは大会 T シャツ、大会 T シャツ、はい、これ買いました。あとこれも買っちゃいました。今日出なかったやつの T シャツですね。今日出なかったやつの T シャツがめちゃめちゃたくさん売ってました。もう作っちゃったのか、あ、これ元からあるやつだと分かんないけども、もとにかくですね、今日出なかったやつの T シャツもちょっとムラっときて買っちゃいました。そしてあまりにも楽しかったのでキャップまでね、今大会のキャップですね、買ってしまいました。はい、こんな感じでちょっと行って楽しすぎたんでね、散財しちゃいました。友達も明日は切らずにいられない。